車の騒音を防ぎたいんです、これが希望みたいな伝え方をしている方結構いらっしゃるんじゃないんですか。これではね不十分です。音の工事に関することを軽く見てる建築関係者ってたくさんいます。皆さんこんにちは、ボーンアドバイザーワードシーンの三木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。昨今ね、濃い内容のお問い合わせとかアドバイス希望っていうのを結構いただいてるんですけど、防音施工をしたんだけど効果が出てないっていう連絡がね結構多いんですよ。でその場合には一つ一つ質問にねお答えをしているんですけど、ここからね効果が得られないって感じたり失敗したって思ってる方の共通点がね見つかってきたので、皆様に把握していただきたいので今日は発信させていただきます。早速ですかね、共通点挙げていくと、まず一つ目が防音しておいてくださいって依頼している、こういうことなんですよ。二つ目が工務店やリフォーム会社に依頼をしている。で三つ目が防音してくださいっていうのを設計者ではなくて意外とね営業担当者に伝えてる、この3つがね共通点として見えてきました。でこれね極論にはなっちゃうんですけど、効果が得られない失敗したって感じる方たちの理由で言うとですね、ゴールが不明確であるということ、そしてもう一つが知識ノウハウのない相手に依頼をしている、この2つが原因になります。で認めたくないとは思うんですけど、ご自身にも原因があるってことなんですよ。どんな音をどこに対してどれだけ防ぎたいかが明確じゃないと、見積もりをもらってもその見積もりが妥当かどうかっていう判断はできないですよね。加えてご自身にとってふさわしい防音性が確保できている工事なのかどうかの判断もできない、そういうことなんです。皆様がさまざまな理由があって防音というものを考えていらっしゃいます。もう一歩踏み込んで考えてもらいたいっていうのが我々から伝えたい内容になります。でもう一歩踏み込んでその内容をね依頼先に伝えることで効果が得られてないなって感じることとか失敗と感じることっていうのがすごく少なくなるんで、今日はこの動画参考にしていただければと思います。でもう一歩踏み込んでもらいたいっていう部分の例を挙げていきたいと思います。2つ例を挙げます。まず1つ目はこんな伝え方してませんか。車の騒音を防ぎたいんです、これが希望みたいな伝え方をしている方結構いらっしゃるんじゃないんですか。これではね不十分です。これをねこういうふうに伝えていってもらいたいんですよ。車の騒音を防ぎたい理由までしっかりと伝えていくということです。車の騒音を防ぎたい理由はリビングでテレビの音がしっかりと聞こえるようにするために防音したいのか、車の騒音を防ぎたい理由は夜間とか深夜ね就寝時に安眠できるだけの静けさを手にしたいから防音したいんですとか、車の騒音を防ぎたい理由は夜勤のお仕事なので昼間就寝するときに安眠できる静けさが欲しいなどね、踏み込んで考えてもらってそれを伝えてもらいたいんですよ。もう一つね例を挙げていきます。リビングが吹き抜けなので上の階にね音が漏れやすいっていうのは皆さん認識されてると思うんですけど、それをね防音したいって伝えてる方結構いらっしゃるんですよ。でもそれでは不十分。なんで防音したいのかを伝えてもらいたいんですね。例えばリビングの話し声がね深夜居室の方に聞こえないようにしたい、そのために防音したいんだとか、あとはリビングのテレビの音がねどうしても聞こえてしまうと聞いたので、リビングのテレビの音が聞こえないぐらいまで防音性を高めたいんだとか、こういった伝え方を踏み込んで伝えていってもらいたいんです。今ね車の騒音と吹き抜けのリビングについて例を挙げましたけど、これに対して我々が例えば防音設計を依頼されたっていう場合には、これ一つ一つ挙げた例ごとに方法も違うし使う資材の量も違うし、我々が定めていく防音の性能数値も変わってくるんですよ。これをね私たちの動画見てる人はおー分かる分かるって思っていただける方多いと思いますけど、より正確に伝えることができたら失敗する可能性は著しく低くなってきます。それがね音の数値化なんですよ。数値化、車の騒音って何デシベルなのか、一般の話し声って何デシベルなのか、テレビの音って何デシベルなのかっていうのは自分でチェックできます。
で、その上でね、それが自分がね、気にならないと思える部屋の静けさっていうのは0デシベルじゃないんですよ。絶対に0デシベルの空間で過ごしてる人なんていないですから。ご自身が気にならないって思える音の大きさ、部屋の静けさっていうのは何デシベルなのか、聞こえないと言われる音の大きさっていうのは何デシベルなのかなども分かるようになってくると、求める防音性が数値化できるようになるんですよ。例えばじゃあ一般の話し声が60デシベルだよってなった時に、じゃあ吹き抜けの居室に対して40デシベルの防音性が持ちたい、そうすれば聞こえてくる音は20デシベルになるから会話の内容は絶対わからないって言えるよねとか、そういうことが模索できるじゃないですか。ここまでを伝えることができたら、依頼主としてやれることっていうのは 80% できてます。 80% あとの 20% ね、それは依頼先の決定なんですよ。ここまで伝えてもね、音の工事に関することを軽く見てる建築関係者ってたくさんいます。だから防音しておいて承知しましたみたいな感じで答えてしまうような無能な建築関係者っていうのが結構いるっていうところも、今日動画見ていただいた方はね、意識をしてもらえればと思います。依頼先の決定で言ったら、どうしたら求めてる防音性が確保できるかっていうのを一緒に考えてくださるような設計者とか営業担当者っていうのを見つけていただくことがとっても重要です。で、うまく伝えられないっていうことに関してはバドシーンのね、公式 LINE 利用して私が返答しますから、壁打ちしてください。僕らからも何度も何度も聞きますよ。それってどういう音ですかとか、それはどれだけ防げたらいいってご自身でお考えですかみたいなやり取りをするっていうのはすごい時間もかかるけど、我々動画のストックがたくさんあるんで、これ参考にしてくださいって言うと、皆様勘のいいお客様はね、すぐ気づいてくれるんですよ。ね、我々バドシーンっていう会社自体が部分的な工事っていうのにはお答えしてないんですね。性能保証できないからっていうのもあって、部分的な工事はお答えしてません。設計だけお手伝いするっていうのはもちろんあります。でもその時にも、これからこの数値からこれぐらいの減衰量が見込めるんで、この工事でおすすめできますよっていうのを設計コンサルするような形で関わらせていただいてるんですけど、我々部分的な工事はしないって言いながらも、間接的にはね、皆様のお力になりたいと思ってます。音にね、お悩みの方の問題解決になるような情報っていうのはほぼほぼもうアップできてると思うんで、動画で。なのでお問い合わせいただいた方に対しては、この動画参考にしてください、この動画参考にしてくださいみたいな形でお答えができる準備ができてるんでね、気軽にお問い合わせをいただければと思います。だからゴールぜひね、一緒に明確にしていきましょう。ただね、その分無能な建築関係者に対しては厳しくいきますよ。しっかりと把握してもらいたいし、責任を果たしてもらいたい。発注を受けるんだったら、しっかりと責任を果たせるだけのノウハウを持って工事に臨むべき。それが防音です。音を防ぐってことは数字で証明できちゃうわけだから、感覚値的なものではないんですよ。だからぜひね、お客様の要望にお答えできるよう、しっかり音について学んでいただいた上で、お客様と相談をしてね、いいものを作っていってもらいたいって心から思っております。今日はね、なんとなくちょっとふわっとした内容かもしれないですけど、防音しておいてっていうお客様側の問題点、それを承知しましたって受けてしまう建築関係者側の問題点についてちょっと定義をさせていただきました。これからもね、音に関する情報発信していきますので、ぜひ生配信なんかもね、ちょっと機会増やしていこうと思ってますし、一般の方からのお電話でね、その場で直接やり取りしているようなものもお見せしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネルの方気に入っていただいたら、音についてはこのチャンネルだなということで登録をしていただいて、高評価の方いただければと思います。本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。ボーアドバイザーバドシーン並木でした。ありがとうございました。